では最後にこの映像をご覧の皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、シリーズ20周年の時に、まあ、AC シリーズはこのまま終わらせませんとお約束して、ちょっと長い間5年もかかってしまいましたが、ようやく今回アーモードカー6ファイアズルビコンを皆さんのもとに発表することができて大変光栄に思っております。またさらに大変長らくお待たせしたことを申し訳ございません。本作に関しましては、これまでフロムソフトウェアが培ってきた知見と経験、ノウハウであったりっていうものを、まあ、AC シリーズのコンセプトと掛け合わせた形での新しいアクションゲームとして開発しておりますので、どうぞご期待いただければと思っております。今後いろいろな情報を出していきますので、そちらもチェックしていただければと思っております。こうして皆さんから大きな反響をいただきまして、我々スタッフ一同すごく気を引き締まる思いでいっぱいです。これを糧にしながらですね、また開発に邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。